必ずやろう日本最高朝田豊ですこの動画を見てなるほどねなんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますえ4月23日のえデイリーニュースをお伝えいたしますまあ、今アメリカではですねもう次々とんでもないことがこう出てきているっていうことがあります その中の代表的なもの二つだけをですね、まあ、今回はちょっと扱わせてください。で、まずこちらはなんですが、アメリカの下院の司法委員会の、えー、ページなんですけれども、えー、表題のところをね、見てほしいんですね。えー、頭の方からこの直訳的にね、見ていくと、こんな感じになります、ね。新しい証言が示している、えー。ブリンケン国務長官とバイデンの選挙対策チームが 悪名高い一般人向けのこの声明の背後にいたことを、ね、ハンター・バイデンのノートパソコンで、まあ、こんな感じなわけです。まあ、日本語としてしっかりまとめると、新証言登場、ハンター・バイデンのノートパソコンに関する悪名高い一般人向けの声明の背後に、ブリンケン国務長官とバイデンの選挙対策チームがいたと、こういうふうになるわけです。で、この表題を見ればね、 え、誰が新証言をしたのとかね。具体的に何を証言したのとかね。まあ、こういうところものすごくこう気になりますよね。で、この米下院司法委員会で、まあ、えー、先制証言を行ったのはですね、まあ、CIA の副長官だったことのあるマイケル・モレルという人なんですね。まあ、相当な交換であったということが、これはわかりますよね。 では、その具体的な内容はどうなのかということになるわけなんですが、これはあの例のハンター・バイデンのですね、ノートパソコンについての、えー、ことになります。ハンター・バイデンのノートパソコンの中に保管されていた、まあ、メールの内容がね、こう具体的にこう明らかになって、 えー、ハンター・バイデンが父親のジョー・バイデンのね立場と影響力を使ってビジネス上の利益を得ていたことが分かったなんていうねこういう報道が2020年の10月14日に、まあえー、ワシントントトポストが行いました2020年10月14日というのは大統領選挙までですねもうこの期間は1ヶ月もなくなっていたそんな時期なんですよね。 これが事実だということになればバイデンが大統領選挙で勝利するなんてことはねまあなかったと言っていいまあ非常に大きなあその爆弾的な話だったわけですところがこのニューヨーク・ポストの記事が出たわずか5日後なんですけれどもこのニューヨーク・ポストの報道はロシアの情報操作によるものの疑いが強いんだと言ってですね まあこのニューヨーク・ポストの報道を信用するっていうのはこれちょっとどうなのかねというこういうまあ声明が出たわけなんですね。でこの声明というのは51人の,その情報情報部門の関係者これが実名を出した共同署名なんですよ。で他にも匿名で9人の,その情報情報関係者がですねこう賛同しているというようなものでもありました。 この51人プラス9人、合計60人のですね、この情報情報部門のこの関係者による声明の中にはですね、私たちの中には民主共和両党の大統領に仕えたものも多いなんてね、文も出てきて、いかにも中立的立場を装った、まあ、こんな感じのものだったわけです。この声明はさらに、 トランプを支持してこのハンター・バイデンのメールの中身の公開に大きな役割を果たしたジュリアーニ弁護士はですねそのロシアの諜報機関の影響力工作のターゲットだったなんてねえこんな話をワシントン・ポストを引用しながらねまあ伝えたりしてねいやーもうジュリアーニさんは本当はとんでもないロシア寄りの人なんだよみたいなまあこんな感じに仕立て上げられていたりっていうこともあったわけです。 まあこういうようなことがこういろいろ書かれていてまあ父親の血を利用してですねこのハンター・バイデンが不当な利益を得ていたなんていうのはこれはロシアの情報工作によるデっチ上げで本当のことではないというような感じにされちゃったわけなんですねでそしてこの共同声明はまあ文の最後においてなんですけど ワシントンポスト、USA TODAY といった新聞が伝えていることが正確かどうか我々にはわからないが、私たち60名の懸念と同じ懸念を、えー、行政機関内部、情報機関内部でも共有していることを示唆するものだと。ロシアが私たちの民主主義に介入するのを止めるべき時が来ている、なんてね。まあ書いていたわけなんですよ。 えー、これらの報道が正確かどうかわからないが、なんてね、ちょっと逃げも打ちながらなんですけれども、まあ、ロシアから流された偽情報にほぼ間違いないだろうと思わせる、まあ、巧妙な文章になっていたということがわ、まあ、かると思います。 そして、まあ、こういう声明が出たこともあってなんですが、このいい加減な偽情報を流したんじゃないのみたいなことでもってですね、えー、これを報道したニューヨークポストは、ツイッターの投稿がですね、この禁じられるという、まあ、こういう情報封殺にもあったわけなんです。そして、主流派メディアはこぞってこの共同声明を理由としてですね、ニューヨークポストが行った暴露の 後追い報道、つまりこういう疑惑があるんだというこの報道をやらなかったわけなんですね。まあ、ですからアメリカ国民の大半はですねこのニューヨーク・ポストが行った暴露報道を、まあ、そもそも知らないっていう人もまあいたし知っていたとしてもあれはロシアの情報工作による偽情報なんでしょ信用しちゃいけないんでしょと思っていたわけなんですよ。 ですから、このトランプとバイデンの、まあ、テレビ討論がその後行われたわけなんですけれども、バイデンはですね、えー、これはロシアの偽情報なんだ。そんなものに基づいた質問をすること自体がおかしいんだみたいな、まあ、こういう逃げを打つことができたわけです。でところが、これが選挙が終わってですね、こう1年以上の時間が経った、その段階から、 実は本当のことだったみたいだよみたいな <laughs>、えー、そういう報道が出てくるようになってきたわけなんですね。つまり、えー、この実名51名プラス、えー、9人の匿名、えー、合計60名とされているこの共同声明は、あまりにもひどいロシアの情報工作にですね、これは国家の危機だと、えー、いうことを思って、ね、 えその情報情報部門の関係者たちがですね、これはやばい、なんとかしなきゃいけないって言って、自発的にですね、こういう動きを示したんだというものでは全然なかったということなわけなんですね。それどころか実際には、バイデン側が仕掛けた真実を歪める情報工作で、これにアメリカ国民がまんまと騙されたというのが真相だったんですね。 そしてこの51人プラス9人の合計60名のこの共同声明の取りまとめで動いていたのがマイケル・モレル氏だったんですね。そしてモレル氏が今回暴露したのはこんなものの取りまとめをやるつもりなんて全然なかったんだけれどもバイデンの選挙対策チームのシニアアドバイザーを務めていたブリンケン氏。え今国務長官をやっているあのブリンケン氏ですね。からメールが来てね。 えー、このブレンケン氏の依頼に基づいてこの声明を出す方向にモレル氏が動いたんだということをこれを証言しちゃったわけなんですね。でその際にブレンケン氏からですねバイデン政権が誕生した後に君には CIA 長官になってもらえないかななんて思ってんだよみたいなこんな話があったということも暴露したわけなんです。 ま、ですが結局、モレル氏はですね、CIA 長官にしてもらうということにはならなかったというオチまでついているわけなんですね。で、こういうその恨みみたいなものもあって、モレル氏が今回爆弾証言を行ったということのようだという、ま、こういうことが分かってきたわけです。さて、下会員司法委員会の共同委員長である、ジム・ジョーダン氏、マイケル・ターナー氏、この二人は、 この件に関する質問状をですね、ブリンケン国務長官宛てに送ったわけなんですね。トランプ前大統領はですね、これはウォーターゲート事件の10倍のとんでもない話だって、本来だったらそうやって取り扱われてね、報道されるべきだということを言っているわけなんですけれども、私もね、まさにその通りではないかと、まあ思っているということがあります。でさてもう一つはですね、やはりハンター・バイデンの捜査に関する連邦再入庁。 まあ、日本の、まあ、税務署って言えばいいですかね。国税と言えばいいですかね。えー、ここからあ議会に対する内部告発の、えー、話ですで。こちらの画像を見てください。IRS と書いてあるのが連邦再入庁。ハンター・バイデン・タックス・イベージョンとなっているのがハンター・バイデンの租税回避。まあ、つまり脱税ですね、えー。ということになります。 で、カバーラップと書いてあるのが隠蔽ですから、連邦歳入庁の内部告発者がハンダーバイデンの脱税の隠蔽を主張みたいな、まあ、こんな感じの表題になってると思えばいいわけです。 で、この内部告発者はですね、この連邦採入庁の中でも監督的な立場のスペシャルエージェントだそうで、まあこのスペシャルエージェントって私何て訳せばいいのかわからないんですけれども、えー、スペシャルエージェントだそうで、まあとにかくかなり高いくらいの人のようです。 で、連邦検察はですね、このハンター・バイデンに対する4つの告発を検討しているとのことなんですけれども、まあ、バイデン政権がいろいろこう邪魔をしてですね、えー、進められなくなっているということが指摘されています。で、ここで取り上げられているその4つの話というのは、2016年と2017年の納税申告をしていなかったという、まあ、割と軽い、えー、そういう問題と、 えー、3万ドル、えー、日本円でざっと400万円ですかねの経費水増しの、えー、脱税の話それからあ銃の違法購入という、まあ、4つの罪に関する話です。で私からするとですねいや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 マネーロンダリングに関わってたでしょうとかね えー、そのロビー法違反やっていたでしょうというもっと大きな疑惑があってそこに切り込んでいってもらわないとこれ話になんないんじゃないのというふうに思っているわけなんですがこれは連邦参入庁、まあ、つまりまあ税務署のこの所管のです、ね、範囲を超えているってことなんですかね。 まあこのあたり私アメリカのねこのあたりのこの権限のね範囲というのがどこまでどうなっているのかっていうのが全然わからないんでまあ軽々しくえちょっとね語るわけにはいかないんですけれどもなんかね腑に落ちないものをちょっと感じているというところがあります。またえ今回扱われているのがなこのハンター・バイデン個人のですねしかもかなり軽微なものに限定されていてね いやそこって別にハンター・バイデンの大きな話じゃないじゃんとまあ思ったりもするわけなんですね。ね。ウクライナや中国なんかと関わるその国際取引にね関わるようなそういうお話、えーまあ、これらはこう法人の話なんだろうと思いますがこういうものがね全然取り上げられていないっていうことにもなるわけです。でバイデンファミリー全体のこの資金の流れについてですよね。 今、米会員の政府監督委員会では、まあかなり調べがこう進められているわけなんですが、そういう内容も取り上げられていないですよね。 あるいはそのバイデンの自宅とされているそのデラウェア州のその大きなまあその邸宅がありますけれどもえこの邸宅の一部をこのハンター・バイデン側がねなんかね月額650万円年間7800万円ものその賃貸料でね払っていたなんていう話もあったりしたんだけれどもこのあたりの話も出てきませんそしてこのデラウェア州のですねこのジョー・バイデンの自宅とされているものがね えー、このハントバイデンの所有ということになんかこうね登記上はなってるぞみたいなこういう話もあったりするんですがこの辺りもね本当は切り込んでもらいたいんですけれどもどうもそういう話もね今回のこの話を見る限りにおいては出てきてなかったりっていうこともあるわけなんですまあ、それはちょっとさておいて、えー、内部告発者は実際に許されている捜査というものがガーランド司法長官が議会に対して行った先制証言と 矛盾ししててるるじゃんんとということを指摘してるわけなんですねデラウェア州を管轄するデイビッド・ワイス連邦検察官にはデラウェア州の中のことについては当然立憲できるんだけれどもデラウェア州の外のことについて立憲するのはその州の連邦検察官のこの承認を取らないとできないという、まあ、こういう仕組みになっているわけなんですね。まあ、要結局まあその地域ごとに管轄権が分かれてるというこういうことなわけです。 しかしながら、ガーランド司法長官は、まあ、これを否定してですね、いや、デイビッド・ワイス連邦検察官はね、ね、えー、他の州のことまでね、別にその首を突っ込んで、えー、いろいろ捜査ができるかのように、二度にわたって発言していたということが、これは明らかになっています。 またこの内部告発者は利益相反問題もあるだろうってことや、あるいはこの政治的立場によって扱いが全く異なるなんていう、こういう話もですね、指摘しているわけなんですよ。で、これから話す話はこの別に、えー、内部告発者が話をしているわけではないんですが、えー、私この政治的立場がね、この違うことによって全然違うだろうっていうこととして、頭の中にパーンと浮かんだのが、 2016年の大統領選挙でトランプの選挙対策チームのですねこの責任者を務めたポール・マナフォートという人の話をちょっとね皆さんあまりご存じないと思うんでしたいと思うんですよね彼はですねこのロシアと結託したという外国代理人登録法違反みたいなものあるいはまあ司法妨害をやったみたいなこういうようなことでもってですね えー、なんと7年6ヶ月の実刑という扱いになったりしたんですね。で、まあ、トランプ大統領の恩赦というものがあって、まあ、釈放はされたもののですね、まあ、彼の人生、本当にズタズタにされたということがあったわけなんですよ。一方で、このバイデン側、民主党側に対してはですね、このろくな捜査もさせず、立憲もできないようにしているわけなんですね。 これはさすがにおかしいんじゃないかって、ね、私は思ったりするわけです。あちなみに言っときますが、私、マナフォートさん、完全無罪じゃないのと、えー、個人的には思っています。まあ、捜査の詳しい内容ということを自分は知ってるわけではないので、踏み込んだ話というのは、えー、ちょっと避けますけれども、えー、ですから一方においてはこう、無実じゃないかと思われるような人が、その、実刑7年6ヶ月みたいなことが行われ、 他方においては、こいつら真っ黒だろみたいなことについて、ろくな操作もできないという、このアンバランスは何なんだという気持ちを、まあ自分自身の個人的な見解としては持っているということです。で、こういう観点からですね、今回の内部告発は、まあ非常に大きな重要性を持っているというものでもあるんですけれども、 一方において、このハンター・バイデン個人の極めてこの微罪に関わるような、この手の話にちょっと限定されていて、もっと巨悪の問題、これが扱われていないという点ではですね、決して過大評価はしてはならないという、えー、そういうものでもあるということは、ぜひ皆さんに知ってもらいたいとも思っているわけなんです。そしてこのバイデン一家の、えー、このやばい話の,この真相究明についてはですね、 米下員共和党の本当の頑張りに今後も期待したいと思っています。必ずやろう。日本最高、朝香豊かでした。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。またベルマークの通知設定を全てに切り替えていただきますよう合わせてお願い申し上げます。